零一式携帯戦車誘導弾、形式名 ATM-5 は、防衛庁技術研究本部と川崎重工業が開発した個人蛍光式対戦車ミサイル。陸上自衛隊において、対戦車兵器としての 84mm 無反動砲の後継として配備されている。防衛省は、略称をローマット、愛称をラットとしているが、配備部隊ではレイア、零ジや、 k マットとも呼ばれる。1993年から主契約者を川崎重工業として開発が行われ、1997年より試作開始2001年に正式化された。開発における技術的な課題として、比例客型赤外線画像誘導方式、塩外内射撃可能な射出推進方式、特殊装甲に対処可能な小型弾頭、 小型軽量化などの確率が挙げられた。同時に低コスト化も主要な課題とされ、これらの課題を解決するために様々な試みがなされた。その中でも日本電機が開発した非冷却型赤外線画像センサの対戦車ミサイルへの採用は世界初の試みであり、これにより低コスト化と瞬間光線性の向上が可能となった。また使用される電子部品に 民生品を積極的に活用したことも低コスト化に寄与している。技術研究開発総経費は約105億円。調達価格は一気約2600万円である。普通化部隊の小銃小隊に配備され、順次に 84mm 無反動砲から更新される計画であった。一人のいてが肩に担いで、小銃、射撃する個人携行式である。システムは発射等と、 重量1 1 4キログラムの飛翔体、発射機、日本電気製夜岸小順具から構成されており、総重量は1 7 5キログラム。ミサイルを含む発射灯は小順機と一体化した発射機に簡単に着脱でき、毎分4発の発射が可能。シュは対戦車弾灯のみであるが、訓練の際には、ミサイルの代わりに演習弾と呼ばれる安価な無誘導ロケットも使用できる。 弾薬種が存在しないため予備弾薬を含めれば、総重量約 35kg 分を一人で担ぎ、戦闘行動を行わなければならないという状況も存在する。赤外線画像誘導を採用し、戦車などの装甲戦闘車両を含む、軍用車両の発する赤外線を捉えて誘導するため、命中まで誘導し続ける必要がない、打ち放し能力を持つ。 発射の際に射距離に応じて、戦車の弱点である上面を攻撃するダイブモードと低振弾道モードを使い分けることができ、二重の成形作薬弾頭を搭載することで、爆発反応走行にも対応する。発射時の後方爆風が少ないことから、延体や車上からも発射が可能となっている。また、普通化部隊が装備する軽装甲機動車の 上面発チ上から発射することも想定している。射程は公表されていないが、近年の富士総合火力演習において、距離1000メートルの固定目標への射撃展示が行われている。諸外国における類似のシステムとしては、アメリカの FGM-148 ジャベリンや、イスラエルのスパイク MR、LR などがある。システム起動に熱感知が必要なために、 目標の確認から迅速な射撃体制ができない点、車両以外の各種陣地への射撃が困難な例など、その用途が極めて限定的である点などにより、平成24年度からはそれらの保管を目的として、84mm 無反動砲の調達が開始された。当初の計画案では普通家中体内の対戦車、小隊2個射撃分隊のうち、 無反動砲分隊に一門を配置して、大気効火力の増強を行う計画だったが、普通火傷重症重招隊が10名による、半編成から7名の分隊編成へと移行し、大気効火力と通常火力が低下したため、これを補う目的で普通火傷重症重招隊に配備が開始された。平成22年度予算まで2073セットが調達されている。ありがとうございます。